富山栄橋は、北海道札幌市南区にある橋で、石狩川の支流豊平川に架かる。左岸の上富山地区を国道230号が走る右岸に結ぶ。現在の橋は、長さ112.5メートル、幅11.5メートル。豊平川と富山栄橋1963年に架けられた。八県山トンネル開通まで。 この橋が上と山に連絡する唯一の交通路であった。長さ86.4メートル、幅4メートル。1999年に札幌市が架け替えた。同じ年、この橋に通じる市道に八県山トンネルが開通した。2車線とその両側に広い歩道を取る。日警間連続校を運べた橋。長さ112.5メートル、幅11.5メートル。 北岸の上と山は、幅1キロメートルほどのまとまった、菓子段丘で、東に観音岩山、西に名称不明の山があって、それぞれ菓子で崖をなしている。さらに北側も山地なので、上と山は、豊平川と山に囲まれて孤立する地勢である。1963年の富山栄橋と1999年の八県山トンネルが、 陸の孤島に近い状態を解消した。南側では、橋の下流そばで滝の沢川が合流している。豊滝と小金湯の集落の中間にあたり、何段もの段丘が幅狭く重なり、人家は多くない。ありがとうございます。